はい、クイックアートの富山です。今日はパウダープリントの基本的な使い方の動画説明をいたします。パウダープリントはこのようにインクの部分だけがプリントできるワンランク上のアイロンプリントです。これからやってみたい方、またはやってみてもちょっと失敗しちゃった方、ぜひご参考にしてください。2つの重要なポイントを押さえればきっとうまくいくはずです。準備するものは、3つです。この家庭用のインクジェットプリンター、顔料インクジェットプリンターです。それとアイロン、それとパウダープリント、これ A4 3枚セットです。この中に粉も入っておりますので、これですね、この3つがあれば進めていけます。 PD シートを顔料インクジェットプリンターで左右反転印刷します。印刷する際はですね、綺麗モードで印刷してください。ベタ塗りの大きいイラストより、こういった細い線のイラストの方が印刷しやすいです。基本はこういった印刷したイラストがそのまま転写されます。はい、次に印刷された PD シートにパウダーをかけます。印刷したらできる限り早く、30分以内にパウダーをかけてください。インクの部分全体にパウダーをかける必要がありますが、パウダーですね、このように真ん中に落としてシートを上下左右にすると全体にかかります。作業の下に紙を敷いてですね、このように粉が落ちるぐらいな感じでしてください。ちょっと粉を落とします。この粉はですね、また再利用できますので、またこの袋の中に入れてください。はい、ここが一つ目の大事なポイントなんですが、 PD シートにパウダーをかけたら、このパウダーをしっかり粉落としいたします。このようにですね、デコピンするような感じです。パウダーは無害のものですので、特段これですね、少し待っても問題ございません。少し服などについたら、ウェットティッシュなどで拭いてください。で、このようにですね、ちょっと粉が乗っているかわからないぐらい、このぐらいで大丈夫です。つける前とつけた後がわからないくらい、ここを怠るときれいに転写ができないので、この一つ目のポイントをしっかり押さえてください。はい、次にパウダーの粉落としが終わりましたら、生地にアイロンプリントします。PD シートはですね、一度セットしたら、動かしてしまうと、インクがちょっと滲んでしまって、生地が滲んでしまいますので、再セットできません。慎重にセットしてください。はい、次が二つ目の重要なポイントです。アイロンプレスです。一般的なですね、洋服のこういったアイロンがけでなく、体重をしっかりかけてプレスしてください。まずですね、この付属のシリコン紙をセットします。またこの生地のですね、下にですね、これちょっとクッション性のあるマットを敷いた方が転写が綺麗にしやすいです。アイロンプレスをしていきますが、使うアイロンこういったですね、平面のものが一番おすすめです。スチームの穴がですね、開いている部分はですね、圧力がかからないので、平面の部分だけを意識してください。その部分だけが圧力がかかります。で、このですね、プレスしていくにあたって、この端の部分ですね、イラストの。ここの部分に対して端でやるのではなく、できれば中央の真ん中の方を、この端に合わせる形でプレスしてください。このように5秒間ほどですね、プレス、ぐーっと。で、1回終わって、また行くんですが、これを1周ですね、して、中もしてですね。でしたら、また向きをちょっと変えてやっていってください。そうすることで、しっかりプレスがされます。ちょっと背伸びしますね。体重かけます。ぐっと。で、特に端の部分を慎重に行ってください。プレスを全体にして冷めたら剥がします。
その左手と右手の感覚は近い方が生地が引っ張られずに転写がされやすいです。あとこの剥がしている途中にですね、ここにインクの部分が残っている場合は、再度アイロンをしてください。これで完成です。はい。いかがでしたでしょうか。大事なポイントはパウダーの粉落としとアイロンプレスです。アイロンプレスはしっかり体重をかけて行ってください。アイロンプレスでお困りの方はホームページに下敷きのマットも販売しています。もちろんパウダープリントシートもございます。商品のお求めは説明文の URL またはパウダープリントで検索してください。よろしくお願いいたします。